さあでは両チームのスターメンを見ていきましょう。まずホームの大宮です。前節開幕戦からはメンバー2人変えてきました。ゴールキーパーが上田です。ディフェンスが馬渡、西村、串引、渡部というところは変わらずで、中盤センター大山、松本というところも変わりません。で今日スタート右に黒川が入って一つ下がって奥抜きが入り、前線ですけれども中野誠也とさらにハスキッチが入ります。ゴールキーパー岡西です。3バック小柳、山本、そしてキャプテンの新井が入ります。中盤センター中村と野沢で、右荒木、左関口、前線3人ですけれども三平、泉沢と入って最前線に有田が入ります。でこれシンプルに小柳からまた左、対角のこれも開幕節でもあったような展開です。ここで放り込んでいった泉沢、面白いこれでヘディング、わずかに右でした。最後三平飛び込んできていました。考えによってはこのインスタイムなしでもありというところです。そうですね、ただこれみたいなこういう形でサイドチェンジからこう中に入れて、はい、これも完全にフリーでしたよね。さあ荒木が入れます。コーナーキック、今度は左からゴールから逃げていくボールになります。真ん中に入れてくる、ヘディング、フリーだー、荒井亮平。これマンツーマンでついているので、まあ、新井選手これ一度前に行こうとしてその後後ろに下がっているんですよね。まず奥の手収まった、サイドバックの渡部が上がってきた、中3人、ファーサイドに今中野がいる、ニアサイドにハスキッチがいます。まず大山、縦に渡部が入ってきました。渡部大輔の左足のクロス、ハスキッチがいます。越えてきた、中野誠也、そしてこの柴山18歳です。柴山、おお、裏街道入っていく、もう一度来た、柴山来た、真央を狙っていったか、ニアの方向、速いボールを入れてきました。そして悔しがります。そうですね、これうまくこれアウトパスで出ましたよね。でその後相手がクリアできないところをまた奪って間でもらって矢島です。矢島187センチあります。間入って三浦、これスペースがある。さあここ3対3、右もいますが左を選択した。さあチャンスになった、野綱の左足、ちょっとだけ左流れていきましたからしっかりインステップに当たりませんでした。また野綱が入れる、今度真ん中に固まって5人、キーパーの前にも1人います。野沢が立っています。で今度またニアを狙ってきた、ヘディングだ、押し込んだ、2対0甲府。次の1点はバンボーレ甲府にありました。最後ディフレクションって押し込んだんですが、そうですね、これもやっぱり前フリーで当てられてますよね。これうまく、これフリーで最初のヘディング選手、大宮の選手2人かぶらしてるんですよね、はい、でそこで衝突させたことによって自分が前に勝って、まだあと10分以上あります。そうですね、時間はありますから、やはりこういうところをセットプレーで得点、失点すればセットプレーで返したいですけどね、はい、いいボール入ってきた、ヘディングだ、押し込めるか、ゴールの左。そうですね、ショートコーナーからそのままクロス、中でちょっとかぶってしまいましたけど、こぼれたところよく詰めてましたよね。ニアです。ヘディング。今入った鳥海も大卒のルーキー、前節も途中出場でこのシャドウに入りました。さあチャンスになった、右足、正面。中に前線4人いる、縦選択、シンプルに放り込んだ、逆サイド折り返す、うーんと、まだある、しまいます、ここは得意の左足やや巻いて、そう、ね、ただ今これマータル選手ここで自分で突破して早めにクロス上げましたよね、はい、出てフリーで折り返してちょっと矢島選手シュートミスしてしまいましたね。ここはまだ大宮の時間、かなり前に構成をかけています。そしてここで笛が吹かれました。ホーム開幕戦の大宮、この2節は勝ちきれませんでした。得点が奪えませんでした。一方のアウェー甲府、
前節は追いつかれて勝ち点3を奪いませんでしたけれども、今日はコーナーキックで2点、新井と野沢のゴールが生まれて、そして今シーズンこれが初勝利。